少々お待ちいただいて、小学生の方、小学生以下の方ですね、からじゃんけんをさせていただきます。やばっ、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 はい、みんな準備いいですか？はい、じゃあ、1回目始めます。最初はグー、じゃんけんポン。ポンポが出してるのはチョキです。グーの方のみ残ってください。グーのお友達だけ残ってください。はい、グーのお友達だけ、ドロンパの近くまで来てください。出すもの決めましたか？はい、じゃあ行きます。最初はグー、じゃんけんポン。ドロンパが出してるのはパーです。チョキのお友達だけ残ってください。いいんだ、これ入って、はい、じゃあ、チョキのお友達、ドロンパの周りに集まってください。負けたの？じゃあ次は頼むよ、ドロンパ。OK。 はい、じゃあ3回目いきます。最初はグー、ママたちはじゃんけんポン。はい、ドロンパが出してるのはグーなので、パーのお友達だけ残ってください。はい、で、小学生のお友達の中から最後4名まで、絞りますので、みんな頑張ってください。はい、じゃあみんな準備いいですか？いきます。最初はグー、じゃんけんポン。はい、じゃあチョキのお友達だけ残ってください。チョキだけです。ママたちどこ？はい、中に。じゃあ、OK。 はい、ドロンパの準備もできたということで、はい、じゃあみんな行くよ。準備いいかな？欲しいな。はい、はい、行きます。最初はグー、じゃんけんポン。じゃあグーのお友達だけ残ってください。チョキとパーのお友達はごめんね。はい、じゃあ、みんな頑張ってね。じゃあ行きますよ。はい、最初はグー、じゃんけんポン。ドロンパが出しているのはチョキなので、グーのお友達だけ残ってください。あ、ちょっと待ってね。グーのお友達手を挙げてください。はい、じゃあグーのお友達は、予定されてる人です。じゃあこっちに並んで待ってください。じゃあ、他のみんなは引き分け、もしくは負けてしまいましたら、あと3人のお友達に予選会に出てもらいます。はい、じゃあ行きますよ。いいですか？はい、じゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけんポン。はい、じゃあ、チョキのお友達だけ残ってください。みんなあと3人になります。はい、手を上に上げてください。いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。はい、パーのお友達残ってください。
一気に減った。あ、ちょっとお待ちください。12名になりますので、グーの方だけ前に来ていただいてよろしいですか。で、先ほど今一緒に対戦されている方、少々お待ちください。グーの方が3人ですので、まさか負けたの。あと9名ですね、9名選ばせていただきます。残られている方は前の方にお越しください。ざっくりドロッパじゃんけん強いじゃん、はい、では、改めてよろしいでしょうか。ショータも強かった。手を上に高らかく上げてください。最初はグー、じゃんけん、はい。次の方やってください。次の方残ってください。ダメな、そこで勝たないから。そう、それでまた予選、予選、予選の予選、予選の予選だからね。はい、では、先着順じゃないから何とも言えない。お願いします。最初はグー、じゃんけん、はい。グーの方、グーの方前に来ていただいて、今回負けた方は後ろにお待ちください。裏の裏を、グーの方はこちらの前に来てください。あと4名でよろしいですか。あ、はいはい、あっちでしょ。あと4名でよろしいですかね。どんな感じか見えない。では、今残っている方、あと4名、予選前に出ていただく方、させていただきます。いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。なんだけど、みんな勝ってる。3人前にお上がりください。負けたところが、ラスト勝ったの。あと1名、これで予選会でまた敗退で選手の戦いが見えてくる。はい、では行きますよ。最初はグー、じゃんけん、はい。まず、予選トーナメントのルールの説明をさせていただきます。